はい、今日はタチウオテンヤの、使い方の紹介になります。だいたいタチウオって言ったら浮き釣りと、ワインド釣法がまあ結構主流なんで、あの陸からのテンヤ釣りっていうやつの、使い方の説明を、していきます。テンヤって言うとこんなやつですね。ワインドと違ってあのワームじゃなくてここに餌をつけるとかそういうタイプになります。じゃあ開けていきます。中はこんな風になっていて、この本体と別にこういう針金っていうのが入ってます。でこの針金でここに餌を刺して、針金で固定していくっていう使い方になります。こういう、ブラックバスとかのワームと違ってこういう風に刺していかなくて、ここに刺した上で針金で固定するっていう使い方になっています。じゃあ固定のやり方を説明していきますね。まずこれワイヤー入ってますので、これを開けます。で全体で言ったら結構長いんですが、こういう感じですね。ちょっと最初丸まってるんで、まず伸ばすところから、始めます。これでこの線なんです。これでやっと使える状態になります。で餌なんですけど、キビナゴとかもいいんですけど、やっぱりサバの切り身の方が餌持ちがいいので、サバの切り身がまあ一番使いやすいかなって。結構今こう見て分かる通り硬くてしっかりしてるんで、まあ、タチウオって歯は偉いんで、結構餌持ちという面で考えたらサバの切り身はだいぶ使いやすいですね。でまずここに、まずここに針金ですね。この針金をここに先端のところ、ここですね、に何回か巻いていきます。こんな感じ。これで大体もう針金っていうのがなかなか抜けなくなってきます、ね、これで最初この感じで固定します。で、サバの切り身を刺します。ここにもう突き刺すだけです。で、この針金を巻きつけていくんですけど、最初にこう1回、2回で巻いて、で折り返してまたバッテン作る感じ。こんな感じ。あんまりここにぐるぐるに巻きすぎるとタチウオが違和感感じて吐き出したりするんで、なるべく固定、最後の固定は頭のところでぐるぐる巻く。ここで何回も巻く。で残り少なくなってきたら、こっちの先端のところで、ぐるぐる巻いて固定します。この時に後ろで固定、このぐるぐるやってしまうと、タチウオが食べた時に歯に当たっちゃうんで、それでこうパッて離したりっていうのが結構起こりえるんで、最後はこっちの前で固定します。こんな感じですね。これ全体図としてはこんな感じです。なるべくこの後ろのタチウオがこう食ってくるである場所に関しては針金をちょっと少なめで、まあ、使います。